さんどうもこんにちは。いよいよ今日で長かった夏休みも最後ですね。うん、夏休みが終わりだなんてそんなの信じないわよ。現実ってのは辛いもんだぜ。そこで今年の夏休み最後の日に皆さんと思い出を作ろうと思い、今回は特別企画をご用意しました。特別企画？え、なになに？題して、夏休み最後の日に、ドカンと大きい思い出を作っちゃおう企画。そのまんまの企画名だな。何それ面白そうな企画じゃない。何をやるのか全く想像できないけど。おい今気づいたんだけど、オプ主の後ろにあるのって。ふっふっふっふ。歴代の TNT ロボたちだよ。やっぱりか。きたー。今回はこのロボたちを一斉に爆破させて、思い出を刻もうと思うよ。PC がぶっ壊れたって悲しい思い出にならなきゃいいな。それはそれでいつまでも覚えていられる思い出になるわよ。そこで今回はせっかくなので TNT ロボがどうやって作られているか、皆さんに初公開したいと思います。おお、見せて見せてー。では TNT マリサロボの作成過程です。可愛く作ってくれよな。変顔希望だって、んなこと一言も言ってねえだろうが。こういうオブジェを作るときって設計図を最初に書いて作るのか。いやいや、頭でパッと浮かんだやつを作ってる感じだよ。フィーリングってやつね。そうそう、だから前作ったやつと同じロボは作れないんだ。お前説明書とか設計図見るの嫌がるもんな。あ、マリサの胴体部分に差し掛かったわよ。なんか少しこそばゆい感じがするぜ。ほらほら、積み上げちゃうぞ。ちょっともう、やめてよー。なんでお前が照れくさそうにしてんのかさっぱりわからん。さあいよいよマリサロボの顔面に差し掛かりました。いいな、ちゃんと作れよ。仕方ないわねー。お前は観察しているだけだろうが。マリサロボの一番難しいところは帽子の部分だよ。確かに粗いドットで再現するのはむずいかもな。これであとは腕をつけたら。完成、TNT マリサロボ。なかなかいい具合にできてるじゃねえか。うんうん、私の隣に並んでも遜色ないわね。左から、言うと、私、闇ちゃん、あい、後ろ行ってマリサと霊夢だよ。これが今からマイクラ世界をぶっ壊す最強兵器には見えないわね。ああ、これがただのブロックならいいのにな。そういや言うとは愛を迎えに行ったきりだけど大丈夫かしら。ちょっと遅いから心配だよね。後でみんなで様子を見に行ってみようぜ。ああ、今日は闇ちゃんの日だ。え、なんで闇の日なんだよ。今日は8月31日、831、闇の日でしょ。確かに言われてみればそうね。別に私の日だからって特になんでもねえだろ。いやいや、せっかくなんだし、久しぶりにこの TNT ロボを大爆破させて暴れていいよ。ああ、お前暴れるの好きだもんな。いや、せっかくのところ悪いが今回はいい。珍しい。もしかしてダイエット中？なわけあるか。お前たちのその気持ちだけもらっておくぜ、ありがとな。いや珍しいこともあるもんだな。それじゃあ私たちが盛大に大爆発させよう。それでは歴代 TNT ロボ大爆発まで5秒前。5、4、3、2、1。今ウプ主の鈴に点火されました。これだけの量の TNT が一気に爆破したらこの辺ただじゃ済まねえな。いけー、思い出作りじゃー。もうこの時点で固まっちまってるぜ。それにしても TNT ロボの崩れ方えぐいわね。こっぱみじんだよ。この時ウプ主は悟った。あ、この爆発に巻き込まれて自分もこっぱみじんになると。一体これどうなっちまうんだ。あれ、ここは別の惑星かな。うん、おそらくそうだろうね。さっきのところだ。今回はなんとか PC が頑張ってくれて落ちずに済んだよ。さすが歴代の TNT ロボたちね。土地を簡単にしかも広大に耕してくれるわ。耕すなんて優しいレベルじゃねえよこれ。近くで見るとこんな感じにブロックが荒れまくってます。まったくこの水は一体どうなってんだ。これは一体どうなっている。もう牛も呆然としてらー。あばばばばばば。あー、綺麗な夕焼けよ。夏休みよ、また来年。なんだこのしんみりした終わり方。ということで5倍速青にやっていきたいと思います。前回クリアした赤鬼組の私とフランと闇ちゃんが手伝いに来てあげたわよ。何を手伝えばいいかわからないけど頑張るぞ。見ててやる。さあ意味ねえじゃねえか。あれ、僕たちクリアしませんでしたか。何寝ぼけて嫌がる。ということで前回はミカを食していた青鬼から逃げ切ったので、その続きをやっていきたいと思います。ここは体育館ね。地下室だ。棚の上で何かが光ってるね。プレミアムうんまい棒じゃないですかね。地下牢の鍵だ。地下牢に鬼を閉じ込めて拷問すんのか。お前ら真面目にやってくれー。あーミカだ。なんちゅう速さ。化け物かよ。化け物だよ。ミカがいるミカがいるミカがいる。待ってろ。仕方ねえから待ってやったぜ。待っちゃダメなんだよ。今度こそ速攻でミカを巻くぞ。待ってろ、うまい棒あげるから。うまい棒ですって。あれ、ついてきませんね。
あの野郎騙しやがったなー。逃げ切れたんだから喜べよ。いやー、なんとか逃げ切れたよ。さあどんどん先に進むわよ。どこに進めばいいのかわからないけど。見ててやるよ。だからお前ら何しに来たんだー。この牢屋の部屋で暗号を入手していくよ。あ、これ牢屋の外から見るのよね。出して。いくらで、鬼から金巻き上げようとしてやがる。あ、暗号は5376、ゴミナムですね。なんだゴミナムって。ゴミナムっと。いよいよこれで別館の鍵を手に入れました。ついに別館に行くのか。よーし、気合い入れて進むわよ。行きますよ。ミカー。あいつまた出てきやがった。まったく人を騙しておいてよくのうのうと。ミカ別館に行かせない気だよ。クローゼットで待機してたのね。ははは。ん？あれ、なんだ。機械が。そうか。そろそろか。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。チャンネル登録はお済みですか？ PC でご覧の方はこちらのボタンをクリックしてください。スマートフォン、タブレットでご覧の方はこちらからご登録よろしくお願いします。それじゃあ今日もじゃんけんいくぞ。最初はグー、じゃーんけーん、ポン。明日からまた新学期が始まるが、体に気をつけて頑張ろうぜ。それじゃあまたな。